どうもりなです。今日は何をしていきますかと言いますと、ナスといったらゴーヤー、ゴーヤで、今日はゴーヤチップス、おつまみに最高なものを作っていきたいと思います。ではゴーヤを切ってきます。ワタを取ってきます。ワタを取り終えたので、次は輪切りに切っていきます。塩を振ってゴーヤを揉んできます。もみが終わりましたら10分間ほど放置します。10分経ったので水気を取っていきます。水気を取ったら片栗粉大さじ2杯入れて、こちらをまぶしていきます。どうでしょうか。できました。では試食していきたいと思います。まずはちょっとビールから。あー、美味しい。次にゴーヤチップスいただきます。パリパリして美味しい。本当にチップス、後からね、ゴーヤのね、苦味の風味がふわーってくる感じ。でもすごい美味しい。おつまみに最高。ぜひ皆さんも作ってみてください。美味しいですよ。最後までご視聴ありがとうございました。前回の動画はこちら、チャンネル登録はこちら、 SNS もやってるのでよろしくお願いします。今回の動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。りなでした。